神様みたいな、なんかそんなもうねやっぱり感じで、昔はなかった長嶋さんが作ったんですよ、店主のなんか兄貴分みたいな、原監督の像が上に上がったっていうんですかね。江川卓の高され。続いて、監督の話で、高橋さんは長嶋監督、はい、原監督、堀内監督と3人の監督を、ああそう、はい、経験されてるんですけども、面白い方とやられたって言うと語弊がありますけど、ね、非常にバラエティーな、はいはい、ちょっと聞いてみたいですね、はい、なのでそれぞれのちょっと監督の特徴であったりとか、そうですね、はい、まあ、長嶋監督はやっぱりもう僕らはもう本当に上の存在、もう本当神様、皆さんよく言われると思うんですけど、神様みたいな、なんかそんなもうねやっぱり感じで、僕やっぱり、そう、親父なんかが、うちの親父なんかがやっぱ見てた仕事なので、やっぱりもううちの親父に長嶋監督にこうキャンプ中招待されるんですよね、球団から招待されて、長嶋監督に初めてお会いした時にもうすごい興奮してたのが忘れられないですよね。でも、来た来た、長嶋いるぞっていう、いやもう今監督だからね、それを長嶋監督って言いなさいとか、そういうなんか感じで、もう本当なんか上の存在で、もうちょっと僕らがお話しするようなところまではいけないなっていうような、なんかそんな感じでしたね。で、原監督は、ちょっと長嶋監督と会ったのどこ、初めて会ったのどこで、初めて会ったのはその入団会見ですかね、みんないっぱい、はい、ユニフォーム僕ら来て、で長嶋さんがスーツで来られてて、うん、それまで会ったことないですか。会ってなかったです。まあもちろんテレビとか、僕らジャイアンツの試合見た時にパッと僕が見たことはあったっていう。でも直接会話はないないですね。いや、その時もだって本当挨拶程度で握手したかな、したかな、してないかなぐらいの。じゃあその後は、その会話したり食事したことないですか。いないですね。食事は決起集会で、まあ、皆さんがいるところで長嶋監督もいて、はい、でっていう食事したっていうぐらいで、まあ個人的にはもう一切ゴルフも一緒にやったことないですし、一回もないですか。一回もないですね。はい、そうか、はい、だから行って、まあ、球場でお会いしても挨拶してで終わるぐらいですね。長嶋さん2回目の時かな、2回やられてんだっけ、3回やられてんだっけ、監督2回か、はい、で2回目の優しい時ですね。そうかもしれない。そうなんですね、その最後の2年間、そうですね、最後に、はい、もう勇退されるその2年前っていう、はい、はい、じゃあ優しい長嶋監督を見られてそうですかね。まあもちろん厳しかったですけど、僕らそんなもんじゃないですよ。もう最初1回目はすごいきつかったんですよ。あ、そうなんですか。もう厳しかったですから。そうなんですか、ね、だから2回目は本当に優しい長嶋さんだったので、もうずっとあの感じなのかなと僕は思ってます。でも最初の監督は長嶋さんなんですよね。はい、僕もその長嶋さんですか。あ、そうなんですか。はい、1回目の長嶋監督でした。長嶋さんが何年目ですか。1回目の2年目、3年目ぐらいかな、3年目ぐらいですかね、最下位になられました。はいはい、最初の辞めた時に僕大学3年生だったので、うん、4年生の時に1年目だから2年目、あ、2年目入れなかったんだね。入れなかったら3年目ですね。あ、そう、じゃあその当時は、最下位になってそこから優勝されて、だから、いえ、その長嶋辞められてから優勝したんですよ、藤田さんになってから。あ、そういうことですか。だから長嶋監督はすごい伊藤キャンプになったんですよ。あ、すっごいきついやつが、地獄の地獄の伊藤キャンプがありましたから、その時でしたから。あれ、秋ですよね、秋のキャンプってなかったの知ってます？はい、昔は。あ、そうなんですか。はい、昔はなかったの、長嶋さんが作ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、それまでプロ野球選手ってのはシーズン終わったら終わりだったんです。あ、本当ですか。だから野球選手っていうのはバラエティの職業だったんです。そういうことですね。それが長嶋さんが秋季キャンプっていうのを作ってから休みがなくなったんですよ。そういうことですか。秋季キャンプやって、はい、12月だけ休みで、1月からもう自主トレ始まるでしょ。はいはい、2月にも作ってこいみたいな話だったから、うんうんうん、だから1年中野球やるようになったんですよ。そうですね。じゃあもう伊藤キャンプはまあ、長さんにもお聞きしたんですけど、やっぱピッチャーもかなり走らされる。かなりじゃないんですよ。あ、そうなんですか。本当にこれはもう本当冗談だと思うでしょうけど、はい、陸上競技場こうまっすぐありますよね。はいはい、でこう観客席がこう斜めになって、はいはい、そこの坂のところでこう腹筋やるんですけど、はいはい、毎日300なんですよ。で当時ピッチングコーチきつかったので、はい、高橋さんってきつい方だったんで、佐田岡なんか、えって300って、えって言った瞬間に400になった。
で、一回線だったんですよ。本当ですか？もうみんな文句言った。あ、ええ。線だって、本当に線回やったことがあるんですよ。もう3位はなりませんけど、線やったことがある。ぶっ続けですか？はい、続けて。ええー。走った後ですよ。本当ですか？走る量もじゃあ、走る量は、ババの台だって今あるかどうかわからないんですけど、もともとバイクで上がる坂があるんですよ、はいはい、そこを走って上がったんですよ、はい、バイクでしか上がれないんですよそこを走って上がったんですよ、何回も、なるほど、誰もでも肉離れ起こさなかった、あ、本当ですか、一人も、やっぱりそれやるからそのシーズン中も強い自分でいられるというのもあるんですか、そうですね、だからみんなもう体がもう作ったり、うん、もう体戻りましたけど、うん、言ってましたから、でも佐田岡は10レースにしたんで行かなかったんですよ、それ伊藤キャンプ、伊藤キャンプでも今来て、いや伊藤キャンプきつかったねって言ってました、来てないのにそういうグループでしたね、そうなんですね、いやそちらと似てますよね、あ、そういうことですね、そちらの年代と先の年代はそういう感じで、そういうことですね、はい、原監督はどうですか、まあ、原監督って僕第一政権の時にやらせてもらった、もうすごいヘッドコーチ、長嶋さんのヘッドコーチのからそのまま監督になられたので、すごいこう目線が低かったですね、辞められる第一政権の辞められる時までは、だからなんか選手のなんか兄貴分みたいな、で第二政権になった時にやっぱりちょっと厳しいとこからスタートだったんですね、でタバコの問題だったりとか、もう禁煙だ、もうちょうど原監督が禁煙したからお前らも禁煙しろみたいな、そんな吸ってる方はそんな感じでもあったんで、だからなんかその一気にこう監督の原監督の像がちょっとこう上に上がったっていうんですかね、その空白の2年か3年だった時に、だからそれはすごく感じましたね、でも野球の思い切りの良さだったり、こんなことを采配するのっていうような采配をすごくこう的確に選手に伝えて、それを選手が見事にこう反応するっていうんですかね、だからすごくこう信頼関係がすごく深かったっていうのは印象ですね、うん、はい、どうですか、私、あ、はい、まあ、あ、それ多分そうだろうなと思いますよ、だんだんきつくなってますもんね、そうですね、はい、まあ、厳しさがだんだん出てるんだと思うんですけど、長くやればな、やるほどはきつくなってくるんだと思います、あの思う通りにならないからね、選手が、はい、そうですね、だんだんやっぱ勝負やっていくときつくなりますよね、勝ち負け出るから、そうですね、で負けるときはやっぱり失敗で負けるわけですよ、野球ってミスの連続ですからね、ゲーム始まったから終わるまでピッチャーは100球投げたら何十球かミスするし、キャッチャーはサイン出すのミスするし、ね、野手は野手でミスはするし、はい、バッティングはほとんどミスですから、ね、10回のうち7回ミスするんだから、そのミスが1試合になるわけで、それはだんだんきつくなると思いますよ、ね、それが普通かなと思います、あとは、堀内さんは、まあ、江川さんも先輩、これはちょっとあれでしょう、言いづらいでしょう、ここ、まあ、いや、まあ、まあそんなこともないんですけど、やってんのがないですよ、はい、僕実はですね、堀内監督の堀内さんの息子さんが僕の一つ上で、同じ駒澤大学だったんですよ、あら、まあ、はい、なので堀内監督から多分僕は勝手に思ってるんですけど、すごく目をかけられたんじゃないかなっていうふうに思うんですね、なるほど、はい、だからあと意外とこうなんか、うん、まあ厳しかったですけど、まあなんか実は結構声もかけられたんじゃないかなって勝手に僕は思ってますね、はい、だから堀内さんどっちかとっつきにくいっていうふうに思われてる、ね、はい、まあでも挨拶してもこの挨拶工事してパッと素通りされちゃうっていうのはもう それは本当でしたねそんなありました、はい、なんか結構そういうところがあるからって言われて、僕もやっぱり目の前でおはようございますって言って、そしたらパッとあれ今挨拶あれしてくれないかな、あ、まあ、監督だからしょうがないかなんていう風な感じ、僕はね珍しくだと思いますけど、堀内さんとすっごい会話した人間なので、そうなんですか、ええ、江川さん現役はやられてるんですか、最後堀内さんが 2,3 年一緒にやってるので、ものすごくなんて言うんですか、珍しく堀内さんと普通に話ができる、普通に話ができると堀内さんが変なみたいだけどなんか本当そういう感じなんですよ、あ、そうなんですか、ええ、最後だから辞める年か2年ぐらいはほとんどは投げてないので、あ、リリーフぐらいで投げたぐらいで、確かコーチとしても一緒にやられてるんですか、やりました、あの堀内さん、はい、で堀内さんはその僕が覚えてるのは、広島でここにぶつかった事件があるんですけど、ボールが、はいはい、最終戦でよく広島戦って外だから流れるじゃないですか、はい、うん、最終戦広島戦が残るじゃないですか、はいはい、でも
昔障害ゲームってあったんですよ、うん、今みたいに3位まで野球しないから、はい、広島の1試合が残ってて障害ゲームだったから、で僕が順番だったんですよ、はい、で堀内さんがコーチで、堀内さん、あの広島はさ若手も消化ゲームだから若手行かせてくださいよって言ったわけ。バカ野郎、お前順番だからお前投げろって、いやもう消化ゲームお客さん入んないしいいですよって言ってダメだっつって投げて、もう気抜けてるじゃないですか、はいはい、で山本浩二さんバッティングボックス入ってきて、バットボックス入ってきて、はい、もう気抜けてるから、まあ、絶対この人もうすっごい浩二さん真面目な方だから、絶対思いっきり打つだと思ったから、もう外側投げたんですよ、絶対来ないように、はい、そうしたらそれものすごい引っ張ったんですよ。で投げた瞬間気抜けてるから、はい、打ち返したらここが立ったんですよ、脇腹に、はい、それで病院行って最終戦ですよ、はい、次の日から休みですよ、えらい目あったことあるんですよ、えらい目って俺が悪いんです気抜いてる、気抜いてたんですよ、はい、ものすごい気抜いてた、はい、まあでもやっぱりコーチでも厳しかったですか。そでもね、僕会話したので別にそういう印象全然ないですからね、あの本当にザックからの言い方なんだけど、あんまり人とは他の方とは会話しなかった、そういう挨拶してもなんか俺のマイペースよみたいな感じが出ると、そうに思う方がいるかもしれないですね。あの僕もそんなに、まあなんかこう、ま、周りの何て言うんですか、こうメディアとかね、うん、あのまあ、勝てなかったっていうのもあるんですけど、すごくこう堀内さんのことをこうコテングだとか悪いだとかっていう風になんかこうちょっと僕らもこう持っていかれたのかなっていう感じ、うん、でちょうどあの時って、うん、あの選手自体もこう入れ替わりの時期ぐらいに差し掛かってたんだと思うんですよね、うん、でもちろんなあの元木さんだったり後藤さんだったり清原さんだったりがちょうどこう力も年の年齢で落ちてきてたのかな、うん、僕らあの若い時だったんで、うん、だなんかそうほどこうチームが入れ替わる時に堀内さんがやられたんで、ね、だからまず多分首をすごい選手を首を切らなくちゃいけないとかっていうところだったんじゃないかなっていうので、やっぱり苦労、そういうところで苦労されたのかな。だからあの時もチームにいてもなんかみんなこう一致してないっていうか考えても、みんななんかそっぽ向いたりとか、うん、あっち向いたりこっち向いたりで、FA ですごい選手取ったりとか、ダビーローズ取ってきてぐちゃぐちゃにしたりとか、うん、そういうなんかのがあったので、なんか全部こうがうまくこう丸くチームとして丸くなってないなっていう、もうトゲがこうずっと出ちゃってるような、なんかそんな感じ。分析力ありますね。いやいやいや、なんかそんな風に見えたんですよ。いや、コーチ監督の話がないのが不思議ですね。いやいやいや、もう、とりあえずもう。なんでないですかね。いや、江川さんも何か。僕はね、そういうのいいんですよ。そ, まあ、それは自分の、いやいや、もちろんそんな、僕なんかもないです。ありましたね。ないです、ないです。あったけど喋らないって。いやいや、ないです。本当にないです。お会いいただけないさ、ね、でもこのやつチャンネル見たら、あの球団の方がやっぱいい感覚してるから、いやいやいや選ばなきゃって思ったかもしれない。ここだけバッサリいかれないからじゃない。大丈夫です。8打席対戦があるんですけど、8打数6安打5ホーマーってなんですよ。だからそれぐらい松井さん、あの左ももちろん苦労してないですけど、あれ一緒のチームでよかったなっていうのはありますから、ね、そうですか。同じ経験してるんでしょ。そうですね。似たもの同士ですね。嬉しいです。こういう共通点がいろいろなんかあると。ありましたね。はい。そのままの力を出せれば、必ず日本人のピッチャーは成功すると僕は思ってます。はい、野球選手として、僕は羨ましいですね。特に僕なんて速いボール投げなかったし、打つのは全然できなかったので、すごく羨ましいなっていうのはある。